ですけど、新鮮だからすごく楽しいです。大阪にはね、たこ焼き以外にも食べ歩きができるスイーツもあるから。そう、たこ焼きだけじゃないんだよね。すごい。着きました。シパンケーキのお店です。お好みのものを串に刺すみたいな、はい、高さ決めるんですけど、はい、ちょっとこれはね重たすぎるのでちょっとやめて、これもちょっとでかいんでこれを2つ買います。はい、はい、トッピングがすごくカラフルで可愛いんです。めっちゃあるの、種類がとっぴりあります。そうですよ、アイスの方を並んでます。お店
ついてしまいました。理解室っぽいフラスコとかあってビーカーとか店員さんが白衣を着てるんです。今待ってます。5種類くらいあって全部かわいいんです。美味しそうだしやばいです。Yeah.